はい、どうも。こんにちは。窪塚です。ピークが終わって、今5段階入ったとこなんですけど、速攻で使い込まなきゃなんないんで、俺は使い込む。そういうことで大概に行くわけですが、実はこれ、テイク2です。なぜテイク2なのかというと、さっきね、初っ端豆腐と戦ったのよ、豆腐と。このあいつなんかいきなりさ、9% ぐらいのなんか、汚い技、いっぱい打ってきたんだけど、食らってなんかガッツダウンバンバン食らって、全然使い込めなかったから、俺はブチ切れてリセットしたっていう、そういう悲しい過去があるんですけど、またいるな、ナンバー3に、豆腐。豆腐はね、本来使い込めるのよ。あ、まあまあ、ステータスはこんな感じで、まあ、ピーク終わりにしては、まあ、あんま高くはないかな。うん、まあでも持続なんでね、まだまだ寿命が残ってるんで、まあそこで騙し騙し当てていかなきゃなんないんだけど、とりあえずポカポカを当てるという。当たんないよ、そんな攻撃。さっきね、ほんとに、9% とかめっちゃ当たったんだよな。ふざけてる。いいんだよ。これ当たんなくていいんだよな、ポカポカ。死なないで、あーしよし。これ多分ね、2回しか打てないんじゃないかな。何回打てんだろう。ちょっと数えてみようか。3回打てんのかな、ポカポカって。避けてほしいんだけどね。ねえって感じ。お、魔人プレスとかいいよね。魔人プレスってね、覚えるの結構難しいんだよ。ガリッシュは。寿命がね、短いからね。使い込みが難しいんで。あ、これ3回打てそうだな。ゴッブじゃん、ゴッブ。ゴッドプレス。ゴッブかっこいいの。ゴッドプレスじゃないんだよね。ゴッドブレスになるんだよね。うるれ！ちょ、2回か。俺が鍛えすぎだな。かわいい。ポカポカ。ポカポカってかわいいよね。ワオーンって感じ。超かわいい。今のワオーンはよくわかんなかったな。マホちゃん。マホちゃん、あんま使い込めなさそうだよね。これ回避がね、ほんと高いのがいないんだよ。この、公式戦。ランク S 公式戦は。ほんと使い込めねえ。ヘビー級が多い。ストロー級がいないんだよね。困ってんだよ。うむ。まあ、ローリンナイトとか打たなくていいよ。ちょっと、あんまガッツさ出されると困るんで。避けてよ。59% 避けてよ。うわ、過半数超えました。可決されます、これ。過半数はね、確認になるからね、あんま良くないですよね。危ねえ、お前。なんか針刺してきたんだけど、お前。めちゃくちゃすんな、人形に。バチ当たるぞ。かわいい。このモーションかわいいね、にゃーって。あとこの、画質が良くなってさ、可愛さが倍増してる。あ、そんなかっこいいんだ、超ナイトニングって。覚えてなかったわ。さあ、撃とうか。よし。おお、ナイス！お前、天才。これ使えんのかな？きつそう。あ、きつい。これ2回がマックスか。ニカマンかよ、ニカマン。2回がマックス。通称ニカマン。あ、ぐるぐるぐーはもう多分使い込んだんで。なんだ、その技！きっしょ、こいつ。お前、使い込めへんくなったやんけ。まあ、44% か。まあ、44% でしょうがねえよな。なや、こいつ。いた！なんかおかしくない？確率。さっきもそうだったけどさ。おい、せっかく避けてくれたのに、お前、KO できなかったじゃん、じゃあ。じゃあ、KO したかったよ、お前。そんな変なことしてくるんだったら。そんなの聞いてないわ、私。私、そんなの聞いてない。そういう人だったなんて知らなかったの。私は悪くないの。よし、やるか、アクアライン。アクアラインをしばき倒そう。おー、結構いいステータスしてんね。ライフ、あ、力が低いからな。俺のこのポカポカアタックに耐えられない。おい、なんかぐるぐるぐになってんじゃねえか。俺のポカポカが。バン！うるれ！おい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 、松本いいよ。それでいいの。よけ、ちょ、なんかショットが威力とか命中高くない？俺結構回避あるはずなんだけどな。なんかおかしくない？ヒット率高くないですか？ショットガン。だって700だけど、体型補正入ってるはずだから、これ体型補正ひょっとして関係ない？すっげえ、すっげえ団結してんだけど。すげえ撃ってきたぜ、あいつ。そんな撃っちゃダメよ。うるれ！うるれ！うわぁ、いいね、これね。あー、でもやっぱ3回無理っぽいかもしれない。生贄はダメ。デスドミノ。デスドミノ。なんだ、なんだそれ！ガッツダウン食らったじゃん。こいつらマジ舐めてる。なめぽよ。デスドミノね、超ね、効率がいいんだよ。マジ舐めてる。つっつき打てる？ちょ、探し、死ね。なんかさ、当たんないよね、こっち。なんだこいつ、来たね、ケツ振りやがって。ちょっと今日おかしいっすね。まあ、いつもなんだけどね。こういうゲームなんですよ、このゲーム。
囚われちゃダメっていう、数字に囚われちゃダメっていうことを教えてくれる。何パーだからどう関係ないねっていう、そういうことじゃないんだよね。もう当たったか当たらなかったかよ、結果ももう0か100かだから、そこに注視しようぜっていう、多分そういうメッセージを俺に送ってくれてるんだと思うんだけど、だいかんせんね、 いかんともしがたいこの確率よねえ。 15% もあるんだね、おかしいな。いやほんとおかしいね。711で体型マイナス100だったら900何歩あるはずだから、もっとかわせるはずなんだけどね。これ多分ポカポカで死なない？あ、いいよ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 、それでそういうこと、そういうこと。レンカミなんか当たんないから、これ近づいてて当たんないね。汚ねえなお前、そのしょんべんかぶせた砂だろ、やめろよ。よし撃とう、触らして、よし、あ、いいよ。さすがに死なんでしょ、このガッツさは死なん。え、あぶね、もうちょっと体鍛えてから来い。ファイブボール、スカイファイヤーいいよ、スカイファイヤーかっこいいよね。なぜ飛んだのっていう、わかんないのよ。誰もわかんないの。永遠の謎、多分本人もわかってない。なぜ飛んだのかっていう。あー、撃てねえな、これ。撃てるか？あ、無理だな。無理か？無理でーす。50たまんね、2回マックスかよ。2回満でしたね、やっぱり。2回以上撃てない。当たってなくても多分撃てないだろうな。ちょっとガッツ回復が遅いとね、この50技の、ほんと、使用回数が少なくなっちゃうから、ほんと時間かかるよね、時間と寿命がかかっちゃう、使い込みに。悲しみを背負って、プロメテウス、なんだこいつ、こいつちょっと調子乗ってんな、やっちゃうか。こいつね、すぐ死ぬから速攻で当てないといけない。 OKOK、 これ多分ガッツさで大丈夫なのよ。耐えるね、あ、ほらもうね、今のでクリティカルなしでこれでしょ。あれ、ガッツさあったらもう死んでたからね、ガッツのせいで。ヘビーチョップ。ガッチョン。かっこいい。ヘビーチョップいいよね。好きなんで。アームキャノンあんま好きじゃない。結構当たるから。3の距離危険だ。あ、3の距離危険っすね、ほら。3距離危険っすよ。でね、まあこれいつも言ってんだけど、おお、避けるね。このね、殿堂入りする技がさ、だいたいこの50技の、技になっちゃうのよ。もう使い込んでると。まあ、消費ガッツがでかいからさ。まあ、50の50で2500でしょ？消費ガッツが。2500を超えることってなかなかできないじゃん、他の技で。そういう悲しみを背負ってんだよね。にゃん、かち、おい、なんか当たんねえな。今宵当たんねえな。なんだこいつ。お前猫蹴っていいと思ってんの？電話すんぞ、愛護団体に。許さんぞ。おめえもう尻尾生えてよ。猫みたいなもんだろう。豆腐はね、使い込ませてくれる。これワンチャン狙えればプロメテウスともう一回戦えるな。ゴライアに負けて、他がね、いっぱいのやつがいたらちょっと調整できるんだけど、なかなかさせてくれない。うむ。まあ、こいつ命中低いから。でもこう、さっきズーパンしょっぱな食らって、ほんでチュッチュされたのよね。舐めてるわ、ほんと。ちょ、近づかせて。よし。ポコリンチョ、ポコリンチョ。これ耐えるんだよ、こいつ。全然耐えてくれるから。で、あと一発撃って終わろう。この汚いキス食らったんだよ、さっき。ズーパン危ねえな。危険な。マッパいいじゃん、1だよ。マッパいいね。メイドの土産。そう、メイドの土産覚えてんだよ。サムライキック覚えてないんだよね、こいつ。あれ、どうだったっけ、なんかね、使い込みの、根っこの技がね、覚えてないんだよ、こいつ。上位技だけ覚えてんだよ。汚いことしてんだよ。なんか違法建築してる。お前は姉派だ。姉派建築です。さあ、プロメテウス勝って。頑張ってよ、プロメテウス。俺はみんなもプロメテウスを応援して。頑張れ、プロメテウス。お前さ、ほんと舐めてんの、こいつ。舐めぽよ。もうダメじゃん。もう誰とも優勝決定戦できないじゃん、これ。何してんだ、お前。こいつもね、大して使い込めねえんだよな。俺のポカポカに耐えうる耐久力をしてない。やめろ、お前、そんな 1% で技ってくるの。下手にガッツ癖が減るんだよ、それ。うむ、さすがに硬かったな。すまん。俺が甘く見てた、お前を。ちょっとつもうしいいね。2% で。2% で13打ってくれる。ありがて。かわいい。
声いいよね。好きなんだよね。このバグーの技好きなんだよな、俺結構。可愛げがある。こいつのアイデンティティが存分に詰まってる。俺もそういう人間になろうと思ってたけど、挫折しちゃった。無理だった。うるれ死にました。あ、2回目クリティカル乗るね。1回目乗らなくていいのに。さすがだよ。分かってる。1回目乗ったら倒しちゃうからね。分かってる。この辺、このニャンコちゃんも分かってきてる。あのね、このゲームね、悲しいことに、もう S ランクぐらいになってくると、こっち育ってるから、全然強くないんだよね、相手が。何の緊張感もない試合になってくるって。本来は、相手のレベルが上がって、ランクが上がっていくと、ひりつく試合になるはずなんだけど、このゲーム、そうはならないから、もうただ惰性の試合になっちゃうんだよ、みんな。もう肩の力を抜いて、ただ相手を潰す、それだけのマシンと化してしまう。悲しみを背負ってる、みんな。うむ。人気もうなぎ登るよ。72よ。何が72なのかよくわかんないけど。ということで、こっから本番よ。まあ、その、賢さ今ね、ちょっとね、セーブしないといけないのよ。350以下にしないと、ちょっと覚えてくる技の関係上めんどくさいことになってくるから。つうことで、そうね。命中丈夫さ力ぐらいでいいんじゃない？命中丈夫さ力。かも。あー、まあ、なんか力低いな。まあまあ、うん。まあまあ、まあいいけどね。いや、賢さダメだって、お前。上がったら。何上げてんの？ドヤ顔で。困るな。まあ、褒めてあげるよ。かわいい。なんだ？刺さるぞ。喉に骨が。身の方がうまいんじゃないの？骨が欲しいんだね、君。変わってるね。あ、うまいっつってるわ。骨がうまいらしい。おい。2月の2週ということで、ちょっといつもとね、順番違うんですけど、今回グレイテスト4から、早く使い込まないといけないのよ。なかなか使い込めないということで、実はここに来るまでに S ランク公式をさらに2回行って、で、計3回よ。で、今ね、あれ、なんだっけ？あれ、なんだっけ？ポカポカか。ポカポカをね、43回まで使い込んだの。あと、7回。7回っちゅうことだから、ここだけでは無理だよな。ここでとりあえず4回以上は使い込みたい。使い込んで次で終わらせたいのよ。マックスで6回よな、これ。打てんのは。ウームという感じですね。今5段階なんで、まあちょっといろいろ厳しいかなっていう。いろいろと厳しい。厳しさがやっぱりね、俺を襲いかかってる今。厳しいっつってる。やめて打たないで。これワンパンで死ぬな、こいつ。こいつワンパンで死ぬわ。耐えろ。頼む、耐えて。やる。お前、骨あるわ。根性ある。ついでに、まあ、根性来ても一緒か。どうせ2回しか打てないし。そういう悲しみを背負ったモンスター。いいよ、好きなこと打ってこいよ。もうお前はあと、殺されるだけなんだぜ。ゼーランちゃん。あ、ゼーランちゃんもうんって言ってる。うなずいてる。こいつ死を悟ってるわ。もうあと26だよ。残り26本の骨でこいつは自分の体を支えてるから。一歩ずつ折っていこう。あ、もう終わるわ。ちょ、この音楽だけ聞かして。あ、いい音楽。なんだこいつ！いっ、とはガッツ持ってかれたんだけど、許さん、ぶっ殺してやろ、お前。人の情けを、え、そんなことで返していいの？捕まれて、ぶち落とされたんだけど、死ね。よし。着々し、なんだこいつ！頑丈すぎるだろ、骨がある。お、ガッツねえし、ぶっ殺してやろうと思ったこいつ、最後まで耐えてきやがった。やるな、だがこれで2回使えたということは、残り40。ん？これで45回よ、ポチポチっと。あーし、あと5回。次の大会でいけるな。よしよし。やっと賢さ上げられるよ。ねえ。いや、もう344まで上がってんの、これ。いや、やばいんだけど。350超えたらもう、習得判定引っかかっちゃうから、ちょっとまずいんですけどね。ロード地獄になる。ディスエネジーをまず回避しないといけない。よし。こいつ力高いから耐えるだろ。このガッツさでも耐えてくれ。頼む。あはーん。なんだこいつ。骨がね、お前、打つなよな、開幕。まあでも、クリティカル出たら変わんねえか。ラブレスは耐えてくれる。オッケーオッケー。これあれじゃん。これあれだな。なんだっけ。棄権した方がいいな。こいつ丈夫だ。いける。で、こいつともう一回戦う。打つなよ。おめえ、そう、話聞いてた。俺の話。打つなよっつったじゃん。避けて。なんなら回避してくれ。8% で回避しろ、お前は。あ、いける !2 回打てる、こいつ。頑丈すぎる。いいよ。こいついいわ。俺好きになったかも。48% もあんの、これ。
やべえ、これガッツダウンでかいじゃん。やべえ、撃てない撃てない撃てなくなる。近づこう。こんにちは。当たんねえ、女も。見えてる見えてる、もう振りが遅い。立ち筋が全部見えてるよ、俺には。お前のその生半可な。ぬるいぬるい。訓練してない。訓練してない立ち筋が俺には見える。撃って、危険しよう。で、こいつと、優勝決定戦だ。あぶねえことすんな、お前。脳天ぶち当たったらどうすんだよ。死ね。よし。クリティカル出んなよ。おい、お出んなっつったよな、今、クリティカル。なんなの、このゲーム。おかしなことになった。まあいいけどさ。いやー、これ、惜しいな。クリティカル、クリティカル出てなかったら俺、これで終わったのに。まあまあいいや、致し方あるまいによ。致し方あるまいにだけど、俺は多分やり直すと思う、これを。ここで優勝決定戦狙って、やった方がいい。7回狙った方がいいということは俺は分かった。しかしこの動画残す。あの骨のあるモンスターと戦った記録は、俺の胸に留めておきたいから。まあ、ここのステータスはどうでもいいや。ということで、おそらく次は修行になってるかもしれない。ということで、よろしく。はいはい。3月1週で、まあ、無事5歳を迎えたところで、修行に行きます。本当は5段階はね、きっちりみっちり、パッチリポッチリしたいんだけど、そうも言ってられないんで、そうも言ってられないんです、うち。余裕ないんです。ごめんね。贅沢言っちゃダメよ、勝つまではね。ってことで、火山に行くんだけど、優先度的に1がね、優先度1がメームなのよ。で、メームが現状のステータスでは60点何歩だったっけ、ちょっと待って。60.2%。60.2% なんで、まあ、俺のガバガバ計算では、なんだっけ、ポカポカを使い込んでるから、優先度3のポカポカポンが、まあ、これはもう今、習得率 100% になってるから、100% から60.2引くと、そうですね、39.8。つまり 39.8 でポカポカポンを覚えることができると。そう、この 60.2 を回避しないといけないのよ。ネームをね、賢さがね、もうちょっとさっきのね、試合でね、あ、そうそう、結局さっきね、うまいことやって、無事使い込んだんで、やり直して。で、これがどっちかよ。これが 39.8 を引かなきゃなんないわけ。そういうことなのね。まあ、まずは野良もんいじめるとこでも見てみるか。辛いよ、俺は。何度も何度もこれから野良もんいじめなきゃなんないかもしれない。でもまあ、60% と 40% ぐらいのもんだから、まあまあ、何回かやら低いでしょ。マグマハート。こいつぶっ飛ばして、こいつぶっ飛ばした回で俺はポカポカポンを引きたい。そういう野望がある。な、聞かねえよ、俺に。んなもんは。ここで分かりゃいいんだけどな。何今の。まあ、ケツ見せてきたんだけど。ここでよ、技見してくれよ。あら。いった。ちょっと痛かったね、今。ちょっとお腹チク、あ、またやった。ちょっとチクッとしたね。いい。やー、ぺったんこ。あ、え？やる。こいつ、いい目してるわ。必殺のぺったんをかわすとは。やるんだ。しかし、こっちは4技切ってるから、4の距離に行けばガッツはおのずと溜まっていく。相手も技打たねえな。どういうことだ？省エネ作戦？ 99。なんだその技。ファーストアクセル。お、顎入ったね、今。顎入ってるよ。つえ、この顎。何なの、何回待ってんだ、こいつ。トリプルアクセルしてきやがる。ポコリンチョ。あ、なんかシンプルな打撃よ。時代はシンプルな打撃。わかってる。早く結果を見に行きたいんだよ、これ。これがポカポカポンであることを俺は望んでる。ポカポカポンがもし使い込めてなかったら、次はぐるぐるグーになるから。ぐるぐるグーはね、優先度6ですね。なんだけど、4、5の技がないから、俺の言ってることみんなわかってるかな？いや、俺ね、予定では、このニャーのシリーズの前に、あれをあげると思う。技習得のシステムの、スーパー講座を上げようと思ってるから、ちょっと時系列がアーダコーダーなってんだけど。かわいいね、君。それをまあみんな見てくれたまえ。そうすると全てがわかるはず。まあビタミンを与え。賢さ技なんかいらねえんだよ、俺の猫に。俺のエルヴィン・シュレディンガーにはいらない。そんなものは。量子力学なんて、賢さで考えるもんじゃないの。フィーリング・イズ・パワー。お前さ、行ってから送ってくんなよ、こいつ。どつくぞ。さあ。カモン！うわあ！さあ、魂の2回目よ。
今回こそは、これはもうわかる。もうここのピカピカでわかる、俺。これはポカポカポンです。僕にはわかります。もうメームじゃない。メームで合ってるっけ、技の名前。メーマじゃない。え、使い込んだ方がメーマだったよね。ちょ、覚えてねえ。ちょっと今確認していいかい。おじさんね、ちょっともう あんま覚えてないですよね。この子の技。にゃんこちゃんの技あんまり覚えてないね。どうで、にゃんこちゃん、技教えて。合ってない、よしよし。メームが普通の方だな。使い込んでおかしくなったのがメーマだ。よしよしよし。さあ、そろそろ。なんだこいつ。まあ、こんな雑魚よ。瞬殺だろ。やっちまいな。あんたやっちまいな。おら。ああ、また顎に入った。お、死んだ。やっぱね、顎が一番効くのよ。脳が揺れるから。そういうこと。よし。まあいいよ、いいよ。いいんで、早く技を見せてくれ、俺に。あ、喜んでる。かわいい。ちょっとなんか肌黒くなってないですか？汚れてんのかな、火山で。洗ってあげよう。中性洗剤で洗わないと。綿、毛、OK です。そういった中性洗剤で洗わないと。手もみで洗わないとな。洗濯機に入れたらもうくしゃくしゃになっちゃうから。うむ。この辺の生活の知恵も叩き込んでいかないきゃいけない。こいつの生活には。そうだよ、これ洗濯機に入れたらこいつ大変なことになるからね。首がちぎれるかもしれない。恐怖映像が現れる可能性は、なきにしもあらずと。まあ待て。みんなで見よう。ほいほい。次だぞ。はっ！お、来た！ポカポカポン。来ました、ようやく。2回目に来て、2回目で覚えたね。よしよし、無事使い込んでたね。これ超強くね？ 55 で AACC。ACC じゃん。すげえこれ。いい技覚えた。喜んでる。腰振ってんもん。かわいいね、この子。ちょ、なんか色黒くなってないか、さっきより。もともとこんな黒かったっけ？やっぱ汚れちったな。いえ、並んできた、ここで。この階段状の技。全部黄色だもん。やっぱね、もう、ニャンは黄色だから、黄色で揃えていきたいっていう、そういうこだわり。カラーリングのこだわりも俺にはあるわけ。そういうこと。